台東区アーチェリー協会に所属するパラアーチェリー日本代表宮本リオン選手が見事東京2020パラリンピック競技大会の代表に内定しました。この度無事選考会で代表内定を勝ち取ることができました。ありがとうございました。まあ、こういう状況下なんでどうなるかわかんないんですけど、準備だけはしっかりして、どういう状況になってもベストを尽くせるように頑張りたいと思います。25歳の時に発症した髄膜脳炎の影響で今も下半身に麻痺が残る宮本選手。病気になる前は韓国の社会人野球チームで活躍していた宮本選手はリハビリを兼ねて始めたアーチェリーでもその才能をすぐに開花させ、競技開始からわずか3年で日本チャンピオンになりました。宮本選手とは10年来の仲、台東区アーチェリー協会で指導にも当たった小林康輝さんにアーチェリーコンパウンドの競技方法について聞きました。この小さな的を50メートル先に設置しまして、そこを狙って打つということになります。この黄色い枠ですね、これが9点と内側が10点になっております。ここに、なるべく集中させて矢を射ることになります。アーチェリーの試合は合計72射打って行われ、満点は720点。宮本選手は選考会の直前に行われた大会で692点を記録、日本記録を更新し優勝しています。700点はそうですね、まあかなりすごいことだと思います。野球でいうと4割みたいな、4割打者みたいな感じですね。手元で 0.1 ミリ動くと50メートル先ではかなり差が出てきてしまう。秘訣、いやもう練習するしかないですよ。近道はそんなに多分ないんじゃないですかね。パラの選手もそれから健常の選手も全て同じルール上でやりますので、それは非常に珍しいと思います。競技としては、障害者の側からしたら、その健常のルールで同じ試合で出てその挑戦できるっていうのは、ものすごくやりがいとしてはあると思いますね。なんとなくですけど、雨降るんじゃないかなって思ってたんですよ。で雨すごく苦手なので、とにかく雨の対策とか準備だけはしっかりして、で、まあ、最悪降らなくてもいいやと思ってやったら案の定降ったんで、だからまあ本当それが功を奏したなっていうのはありましたね。寒さ対策ですよね。雨に濡れないようにカッパ着たりとか、そのタオルを多く準備したりとか、そういうちょっと細々したこともやらなきゃいけなかったり、技術だけじゃなくて、だからそういうのでももう本当矢の飛びが変わるんですよね。できればやっぱり選考会ってやりたくないですよね。できればみんなで、ね、一緒に出れたら一番いいですけど、まあ、そういうわけにもいかないので、かといって自分もね、今までお世話になった方が応援してくださったりとかするので、やっぱ負けるわけにはいかないですし、かといって勝ったからといってなんかこう、相手の気持ちを考えずになんかただね、喜ぶっていうのはちょっと相手にも失礼かなと思うし、なんかそこは僕は配慮できる人間でありたいとは思いますし、ただ簡単に喜べるような状況じゃないですよね。
ゴールではないと思います。それではゴールとは？いやわかんないですね競技人生長い競技なんで、この競技本当に、ね、50代60代70代になってもね、トップクラスでやってる選手いっぱいいますし、まあ、やれるだけ自分の中でできるだけやっていけたらいいかなと思います。いやとりあえず700はしたいですね。もうなんかこう、もう周りにもいい加減出すよって言われてるんで、もうそろそろ出したいです。練習では出してるんですよ。練習では700は何回か出してるんですよ。なんだったら今日も出してきたんですけどね。